Innovation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. Check. 皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。安西です。南部です。はい、というわけでこのポッドキャストはカルティベースラジオマネジメントチャンネルということで、イミグリ共同代表の安西と南部がマネジメントの知見をお届けします。これ本当に毎回やんの？笑いそうになってんじゃん。そうですね、はい、うん、特に今日これ言わないとよくわからないことを話そうとしている気がするんで、一応これマネジメントのチャンネルだよって言っておこうかなと思いましたね。いや、なんか最近の振り返りで大切だなと思ったのが、はい、カルティベースの前身のアイディアリウムあるじゃないですか。あれ、うん、昔のやつね、聞いてたんですけど、生煮え投稿めっちゃ多いんですよね。くだらない話ばっかりしてて。ああ、そうですね。前はね。追いついちゃった的なノリでね。うん。誰にも聞かれてないと思いながら、はい、半分になってたから。そう、探索的な適当なことを割と飲み会トーク的に話してたからさ、それが逆にいいなって思って、ね、うん、だんだんなんかさ、こうちょっと聞かれることを意識してさ、発達段階の5段階フレームみたいなことをやってさ、ちゃんとそうまとめた結果、これ1時間半くらい真面目にやるとかかっちゃうのではみたいなことを話し始めるとかさ、はい、してやから、まあ、ああいうのはああいうのでやりつつ、生煮え的なね、ちょっとね、あのお話とかもしたいなって思ってるんですけれども。そうですね。なんで、はい、今日 何話すかあんまり見当がついていないまま突入してます。いや、今日はね、あの東大のリーダーシップの研究者にオーセンティックリーダーシップについて学びたい。俺リーダーシップの研究者じゃねえし。おかしいなって思いながら、なんならオーセンティックリーダーシップの本ちゃんと読んでないし俺まだ。まあ、オーセンティックリーダーシップっていうのは自分らしさを大切にしようっていうものですよ。はい、うん、なんかそうですね、昔のリーダーシップっていうとさ、なんかすごい経営者だったりとかマネージャーが神みたいな、私は神であらな、うん、完璧であらなければならないみたいな、うん、なんとかであるべきだみたいな、べきべきべきって感じになって、余裕を身につけて、でそれでみんなを強い感じで引きつけて引っ張るみたいな、なんかそういう感じが、うん、あったわけですよ。でもオーセンティックリーダーシップは現代において鎧をつけているような人からなんかリーダーがいると逆に抑圧的になってチーム活動が失われてしまうから、ちゃんとなんかシェアドリーダーシップ、なんかリーダーシップは誰もが持っているものだから、それを協力し合いながらチームを作っていくのが重要で、それをやるためにはあなたらしい自分らしいリーダーシップをやるのが大切ですっていうのがオーセンティックリーダーシップって、うん、あのハーバードビジネスレビューか何かに書いてありました。そうですね、結構最近ね、はい、カルティベースでもよく話題に挙げてたりとか、うん、まあ、社内でもね、マネジメント研修的な文脈で大事にしたりとかしていて、やっぱたびたびね、カルティベースラジオこのチャンネルでも話してるんですけど、なんかやっぱピーター・ドラッカー先生のねご著書とかを読むとね、もっとちゃんとしないとってなんかこう肩に力が入っちゃって、なんか自分を武装するリーダーマネージャーになんかこうなっていくけれども、うん、まあ、その鎧を脱ぎましょうってことですよね。そうだから、うん、ラッカー先生とかの場合、いや素晴らしいこと書いてあるんだけど、主語がマネージメントとかなんですよね、うん、だから、うん、マネージャーはこうあらなければない、しっかりマネージメントしなきゃダメみたい な、うん、なんかそういう神話みたいな、神話って揶揄されたりとかしてるんですけど、うん、いやそうじゃなくって、マネージメントするされる側じゃなくて、お互いにリーダーシップを発揮するものだよっていうチームっていうのはさ、うん、っていう、それを作るためにはどうすればいいのかっていうものなんだけど、でオーセンティックリーダーシップのね、僕ゴンゲって思ってるのが、ゴンゲって思ってるのが、あの泣いたんですけど、あの土曜日の9時半からやっている大の大冒険のアニメあるじゃないですか。ありますね。あれの大魔導士ポップのもう何回泣かされるんだっていう体験があって、ポップ、はい、ポップって毎週ツイッターでなんか流してるんですけど、うん、ポップはもうオーセンティックリーダーシップの塊で、うん、で、彼
なんか30年前くらい、まあ、少年ジャンプでやってた漫画なわけですよ。でその時代って、うんうん、男塾とかさ、セイントセイヤとかさ、すごいなんかこう完璧であるリーダーみたいな、男らしくあらねばみたいな感じで、めっちゃ強くて、でもちょっと茶目っ気もちょっとあるみたいな、うん、なんかいわゆるザ・マネージャーみたいな人が主人公だったりするんですよね、はいはいはい、うん、その中で対局のポップをあえて出したわけですよ、大の大冒険ではね、うんうんうん、だからすごい弱虫逃げ腰でさ、すぐ弱音を吐くみたいな感じで、うん、裏話でなんかポップ見て、その大の大冒険の編集者がポップ最初に殺しちゃいましょうみたいに言ってそしたら盛り上がるからみたいに、いや絶対ダメみたいなポップは後ですごいことになるから、うん、あと学んで学習して成長していくから、大切なキートリガーだから絶対ダメみたいな、うん、なって、でそれで結果的に人気者になったんだけど、うん、でもそれも自分らしいリーダーシップの塊で、それの30年前であの提案したのマジすごいなっていうツイートをしたら、立教大学のリーダーシップの研究者の方がいいねくれたから墨付きをもらえたなって思ったんですけど墨付きじゃないよ、ツイッターのいいねも墨付きじゃないあ違う、まあ、でもいいなって思ったんでしょうね。なるほどね、はいはいはい、そうそう、それの話をしたいなって思ってるんですけど、いやこれあのカルティベースラジオのね、あの既得な長年のファンの方々は、あれこれ前も聞いたことあるなってちょっと今お気づきかもしれないんですけど、いやでも感慨深いね。あのこれそう、はい、何のことっていう人のために説明すると、2年ぐらい前に大の大冒険のアニメがこれから始まるよっていうタイミングで、我々 あのテンションが上がりすぎて、あの大の大冒険超楽しみだねっていうラジオを、それこそその前身のアイデアリウムのポッドキャストで撮ってたんですよね、うん、でその時にもポップの話して、でポップはレジリエンスが半端ないっていう話をラジオでしたんですよ。で聞き返したら、そうちょうどその、 あのポップの活躍のシーンの話をその時してて、それがちょうどあれじゃないですか、 先週ぐらいに迎えたじゃんアニメで。あそう、うん、あの奇跡がね光らなくってね、そうで、いやそれの話の続きマジでしたかったんだけど、うん、オーセンティックリーダーシップのコツみたいなのがあって、うん、鎧を剥いで自己開示をして、自分の弱さに見つめることを恐れずに、でそれを共有することによって逆にチームがエンパワーメントされ、結果的に共に向き合えるようになるみたいな、なんか話があったりするんだけど、うん、そのポップの下りがめっちゃよくって、うん、なんか前回確かレジリエンスの話で言うと、いろいろつまずきながら怯えながらもやって学習しながらも、うん、なんか逃げ回ってたけれども、実はポップが勇気の証みたいなのを光らせていて、今これ話しながら、うん、大の大冒険読んでない人何言ってんだこいつみたいな内容だなと思ったんだけど、まあ、そういうなんかレジリエンスを発揮しながら、なんかいろいろつまずきながらも輝いたみたいな、成果を出したみたいな瞬間があってよかったんだけど、うん、その後の独白みたいなのが先週あって、めちゃくちゃそれが良かったんだけど、うん、本当なんかチャレンジを仲間5人くらいで新しいチャレンジしようとしてたんですよね、うんうん、でその中で5人中4人はもうチャレンジ成功しちゃってたんですよね。でも一人だけそれができない状態で、俺はっていうのに一人で抱えて苦しんじゃったんですよね、うん、なんか自分はなんか勇者の弟子の中で唯一輝いていないと。でもそんな状態になってる中で周りに迷惑かけられないし、でもそれをなんか開示することもできないし、なんとかやんなきゃいけないって自分を痛めつけて修行とかして強くあろうとしたんだけど、やっぱりダメだったんですよね、うんうん、でもそれを本当は自己開示をして周りに相談したりして、で一緒に解決すれば気づいた瞬間に良かったんだけど、自分は弱虫だからできなかったんだっていう独白をすごいしていて、うんうん、なんか号泣したんですよねなるほどね、うん、はい、まあ、ちなみに僕あの最新のアニメまだ見てないんで、はい、今日Amazon プライムで見ようと思ってたから、うん、先にちょっと言われちゃった気持ちなんですけどいやもうだからね自己開示を受けてさ、
でそれで改めて勇気を振り絞って仲間の好きな女性に告白をして、うん、で一緒に頑張ろうみたいにしてさ、でそれでマームもエンパワーメントされて一緒のチームで頑張ろうみたいにみんなになってたんだけどさ、うん、でもなんかだいたいポップがレジリエンスを発揮して自分らしさを開示して弱音も含めてやって、でもみんなをチームをなんか鼓舞してで一体感増して頑張るみたいなのが大の大冒険のテンプレで、まさにオーセンティックリーダーシップの塊だなって思ったんですよね。なるほどですね。でも、はい、なんか面白いし、まあ、ポイントになるかもなと思ったのは、なんかオーセンティックリーダーシップをなんか逆にそれを是として、発揮せねばってなると、なんかそれこそ何かあった時にすぐ率直かつ素直に開示できる、なんか裏表の全くないなんかこうオープンな像みたいなのをかえって想像しちゃって、そんなん俺にできるだろうかみたいな呪いが発生しそうなんだけど、なんかゴンゲであるポップもうやっぱりすぐそれができてないわけじゃないですか。なんかだいたいいつもできないんだよ、ね、できないですよね。でなんか、うん、結局強がったりとか、なんかその5人チャレンジの直前も本当は好きであるマームに対してめちゃくちゃ暴言吐いたりとかしちゃってたんじゃないですか、うん、めちゃくちゃひどい暴言吐いてますね。そうなんかオーセンティックリーダーシップの真逆みたいなパフォーマンスをなんか1分前ぐらいまでしてたじゃないですか。そう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 だからでもなんかそういう葛藤も含めてなんか出しちゃうみたいなのがきっといいんだろうなと思って、なんか内側のことをピュアにそのまま出せるんじゃなくて出せない自分も見せちゃうみたいな。ああそうだね。うん、なんかそういうところがポップらしさであり、ポップのなんか愛らしさであり、オーセンティックリーダーシップのなんかポイントなのかなってちょっと聞いてて思いましたけど。あそうだね。なんかこうそういう葛藤していること含めて全部出しちゃって、でもう一つあるのが、うん、なんか仲間もいいやつらなんですよね。仲間がいいやつらだから、うん、基本的にそれに対してクソがみたいになったりしないで、基本話を聞いたりして自分はこう思ってるよみたいに話したりして、でそれごとによってポップ自身も相手側はこう思ってたんだっていう相手のレンズみたいなのを手に入れたりするんですよね。で最初はそんな俺は無理だよみたいになるんだけど、レンズにさらされる中で自分で内省をして時間を置くことによって、あ俺はあの時葛藤したけど他者から見たらこうだったからこういう風な状態だったんだっていうメタ認知みたいなのを、なんか外の目線と内からの目線みたいなのを手に入れて、でそれで次に行けるんですよね。うん、うん、だこれがねすごいねポップのいいところですね。なるほどね。確かに、うん、無理やりつなげるわけじゃないけど、セルフアイアネスみたいな話あるじゃないですか、はい、自己認識、はい、自己認識をする上でも大切なのが、なんか自分の葛藤みたいなのを出しつつ、でも他者のレンズにさらされながら自分の内的動機と外的なものみたいなのをちゃんとアウフェーベンさせていくみたいな、うん、そのポイントをなんか内省をして見つけていくことによってメタ認識を強めて、でそれによって自分らしさを発揮できるようになるって言われたりしていて、うん、発揮しようとして発揮してないんですよね。結果なんかそのプロセスを通じていけるみたいな、うんうん、感じ。まあ、確かにね。なんか外側に対する責任にいつも押しつぶされそうになってますもんね、ポップ自身は。責任が強すぎるんですよね、うん、あの人、うん、ね。発達課題よりかなり早めのロールを渡されちゃってるから、うん、だって武器屋の息子だったのが急に勇者パーティーになっちゃった人ですからね。そうっすよね。なんか落ちこぼれ弟子みたいな感じだったのに、うん、ね、大魔導士ポジションで魔王に立ち向かわなきゃいけないっていう中で、うん、確かにね。まあでもそうっすね、まあ、マネージャーの皆さんにこうメッセージを変換するのであれば、なんかピーター・ドラッカー的なこう強いリーダーを理想としてそれを目指す鎧も、まあ、着なくていいし、逆になんかオーセンティックリーダーシップに対してもなんか鎧をまとう、逆の方向の鎧をまとうようにならぬように、なんかその健全な今の素直な葛藤をちゃんと周りにシェアできるみたいなのがきっといいんだろうなと、まあ、そんな感じですね。いやだってなんか言葉選びながら言うけど、
パフォーマンス的に自己開示してくるリーダーイラってくるじゃん。ああはいはいはい。オーセンティックリーダーだからって言って自己開示風になんかこうちょっと話してくるみたいな感じのリーダー、イラッとするじゃないですか。お前みたいな。言いたいことは分かります、はい、自分自己開示うまいですからみたいな、はいはい、自分対話うまいですからみたいな、はい、俺は景色シェアしたからお前も景色シェアしろよみたいな。ちょっとせっかくすげえポップのいい話だったのになんか最後すごい邪悪な見た目が出てきたんだけど。今のなし今のなし。まあまあ、まあでも分かります分かります、うん、はい、なんか今人心掌握するために自己開示してんだろうなみたいな、なんか偽オーセンティックリーダーは確かに嫌です。そうすっげえ嫌だそれ、はいはい、まあそういう意味でね、まあ、普通に本当になんか素直にであるってことが大事なんでしょうね。嘘つかないとか。あ、そうですね。あ、そう嘘つかないっていう、だから、うん、人間としてねピュアな状態に持っていくってことですよね、うん、そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、ちなみにね、最後にね、最後に言うのもあれなんですけど、前回のポップ回は著しく再生回数が低かったです。だからタイトルにポップとか入れたらみんな聞かないんですよ。だからなるほどね、はい、はい、まあ、今回もきっとね伸びないだろうなと思いつつ、ここまで聞いてくださった方はきっと、はい、ポップか僕らのどっちかが好きか、はい、もしくはオーセンティックリーダーシップで真剣に悩まれた方なんだなと思うので、本当に聞いていただいてありがとうございました。はい、いや本当です、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。